で改めまして、名古屋市立大学の大学医薬学研究科の岩尾でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。えっと、本日ですけれども、おこの,あのスライドのタイトルにありますように、えっと、消化管評価モデルとしてのお利活用に向けて、私ども人 iPS 細胞からあ様々な腸管の細胞を作成しておりますので、えー、それ えっと、その技術について本日はご紹介をさせていただきます。まずはじめに、えっと、簡単に、えっと、背景をお話しさせていただきまして、その後、私どもが有しています、えっと、技術について、簡単によってはございますけれども、ご紹介をさせていただきます。 とまずはじめにですけれども、皆さんあのご存知のように、えっと、小腸ですね、まあ、消化管は、まあ、非常に様々、えー、ままなああ役割を持っているということで、えー、体の中でも、まあ、重要なあ臓器の一つとなっております。でえーまあ、その特徴的な、あの代表的なあ機能としましては、やはり食物の消化であったり吸収、あとは 私ども薬学部でありますので、医薬品についての研究も進めているわけですけれども、そういった医薬品の吸収、それ以外にも外来物質の吸収や分解の代謝にも関わっております。また、消化管は一見体の中にあるわけですけれども、外界と接しているということもありますので、そういった外来物に対するようなバリア機能も有しております。 また近年、非常にまあ注目されておりますけれども、こういった消化管の免疫機能であったり、あとは、まあ、あのインクレッジのような、まあ、血糖値をコントロールするようなあホルモンもあるんですけれども、そういったホルモンの分泌などもあります。また、あ消化管の中には、まあ、腸内細菌もおりますので、そういったあの細菌と健康との関係と、まあ、そういったところも近年非常にまあ注目されておりまして、 まあ様々な、こういった役割を持っておると、ということがあります。で、この消化管にですね、まあ障害がありますと、やはり非常に、まあ様々な健康への影響があるということがよく言われていますし、よく知られております。例えば、えっと、このような、えっと、まあ、消化管、 での、まあ、免疫であったりですね。あとは外来の異物であったり、まあ、医薬品。こういったものによって、消化管の粘膜が障害を受けたりすることがあるわけですけれども、そうすることで、この消化管粘膜のまあバリアが破綻して、この外界とまあ体内、外界のまあ異物であったり、まあ、様々な物質が中に入ることによって、えーまあ、健康に、をま障害すると。 またこういった、えー、と消化管の代表的な免疫,的免疫疾患があるんですけれども炎症性腸疾患といわれるようなこういったあの疾患によっても粘膜の上皮がまあ障害されましてこちら左側は、まあ、健常な方の,豆あの上皮になるわけですけれども、まあ、このようにですね、えー、きれいな、まあ、微重毛だったり タイトジャンクションと呼ばれるようなあのまあバリアを形成しているわけですけれども、まあ、炎症が、えっとまあ、この疾患によって炎症が起きることによって、このようにまあ粘膜もボロボロになって、まあ、バリアも壊れてくるといったことがございます。また、医薬品、まあ、先ほども申しましたが、私たちはの薬学部でございますので、医薬品の開発研究といったところにも非常にまあ興味を持っているわけですけれども、 まあこういった医薬品というものは非常にまあ多くのものが経口投与をされます。で、やはり、簡便であることであったり、えっと、ま、侵襲性が非常に低いということで経口投与されるわけですけれども、それが、あの、経口投与された薬物がまあ体内にきちんと入ることによってまあ効果を示すわけです。しかし、その消化管にはですね、この医薬品の吸収を 制御をするようなタンパク質が発現しておりまして、例えばこのようなトランスポーターであったり、薬物代謝酵素のようなものが発現しております。こちらの右に示しますように、えー、とこちらが小腸の環空側で、こちらの血管側としますと、例えばこのように環空側から、まあ、吸収方向に働くようなトランスポーターであったり、逆に排出方向に働くような輸送単体があったり。また細胞の中には、この医薬品、 を分解するような物代謝酵素が発現しておりまして、このようなタンパク質の基質になりますと、やはり医薬品の効果や副作用というものが、これによって左右される。すなわち、消化管からの吸収量が変動することによって、効果や副作用が変動するということがございます。 そこで、まあ、こういったところをきちんと、まあ、評価するような、まあ、評価系というものが、まあ、必要になっていると、に考えております。で、えー、現在、そういった、末梢小管研究におきましては、まあ、インビトロの系としましては、このような、過骨細胞と呼ばれる、人の結腸癌由来の細胞が、細胞株が非常にまあよく使われております。しかしながら、えー、こちらは、まあ、癌細胞由来ですので、 やはり遺伝子の発現パターンであったり、たタンパク質の発現、は機能など、まあそういったところが人の正常な症,症状とはまあ異なるといったところが大きな課題としてございます。また、えー、今回ご紹介する腸管オルガノイドなんですけれども、こちらはまあ腸管のような構造ですね。いわゆる、えっと、まあひだひだのようなそういった構造をしているわけですけれども、えっと、 ま、後ほどまたご説明をいたしますけれども、その、形の、ま、点からですね、いわゆる小区間の関空側からの、ま、物質の曝露であったり、あとは、やはり、えっと、スループット成それに課題があるというところがございます。また、この腸管オルガノイドを作成するときには、まあ、こういったマトリゲル法イといった方法が取られるわけですけれども、これでは、ま、非常に大量培養が難しいといった問題もございます。 また、インビボの系としましては、実験動物がまあまあ用いられるわけですけれども、やはりこちらは人との間には種差があるというところは、以前から言われているまあ大きな課題でありますし、また、近年は動物愛護の観点からも、動物実験のまあ削減ということがよく言われております。 えっと、医薬品の分野では、そこまでではまだないんですけれども、やはり食品であったり、化粧品の領域においては、こういった動物実験をもう全くやらないといったこともありますので、そういった動物実験の代々となるようなインビトロの評価モデルの開発といったものが非常に望まれているといった背景もございます。そこで、あの、私どもは、 えっと、この人 iPS 細胞を用いまして、えー、様々なあ腸管細胞。例えば、このようなあ腸管のお粘膜の上皮の細胞であったり、と腸管のオルガノイドと呼ばれるような、いわゆる三次元のお構造体をとって、えー、人のお、ま、腸管の形によく似たあ構造体のお作成とものを行っております。で、えー、こちらを用いて、 え、ま、創薬研究による、いわゆる薬の吸収であったり、ま、疾患のモデルであったり、もしくは、このような、ま、消化管障害の評価であったり、ま、様々な消化管評価モデルとしての利用を目指して、研究を進めております。まずはじめにこれまでの腸管オルマノイドの作成についてご説明をいたします。えー このような ES 細胞や IPS 細胞のような、この多能性幹細胞から発生の過程を模倣して、このように腸管オルガノイドを作成していくわけですけれども、この過程において、多くの報告では、マトリゲルフォーマイと呼ばれるような、マウスの肉腫らいの細胞外マトリックスに細胞をマイ、まあ、することによって、オルガノイドを作成していくことが多く、 まあ多くやられています。ただ、この方法というのは非常に操作性がやはり良くないということで、ともありますし、やはり一度に大量のオルガノイドを作成することがかなり難しいといったことがあります。ただ、やはりこのような方法でのオルガノイドを作成しますと、やはり、まあ、省庁はこのようなインカ重毛用の構造を取るわけですけれども、このようにインカの部分と、あとは重毛部分と。 まあ、このようなものが、えっと、一つのですね、えっと、まあ、構造体の中に存在するということで、まあ、そういったところは非常にメ,メリットになるわけです。ただ、先ほども言いましたように、やはりこういった課題がございます。そこで、えっと、私どもは、その課題を解決するために、えっと、腸管オルガノイドを大量に培養する方法というものを開発いたしました。 具体的には人は iPS 細胞から、まあ、同様に様々なあの分化誘導印象を用いて、えー、超化オルガノイドを作成していくわけですけれどもその過程で先ほどのマトリゲルに放埋するのではなくてこのように、えっと、浮遊バイオ超低接着のプレート上で、まあ、浮冬培養することによって非常に均一なスフェロイドを大量に形成することができました。 そこから文化を進めていくことによって、このような長官オルガノイドを非常に大量にーズ作成することができました。また、この3次元の長官オルガノイドにつきましては、えっと、使い勝手の面からも、もうちょっとスループット性の良い、こういった二次元培養系の展開というものについても行っておりますので、こちらも後ほどご説明をいたします。で、えっと、ここからは、あの、私どものお技術の ご紹介になるわけですけれども、私どもが作成しました3次元の iPS 細胞由来、腸管オルガノイドと、これは形になっております。作成したオルガノイドはこのような形をしておりまして、例えば、ここ、えっと、染色をしまして、このように青く見えるところは、ムチンでえっと、腸管の粘液なんですけども、そういったものであったりですね。あとは、消化管の粘膜で非常に特徴的な構造であります、微重毛。 でありましたり、あとはバリアであります、タイトジャンクション。こういったものが発現をしておりますまた、こちらはさまざまな、こういった腸管のマーカータンパク質ですね。吸収の上皮であったり、腸管の幹細胞、とは無賃を分泌するような、粘液を分泌するような杯細胞であったり、まあ、腸の内分泌細胞、そういったさまざまなあーマーカーのタンパク質で染めていますと、それぞれの、まあ、抗体で、えー ま、染まっておりまして、こういった、ま、腸管に存在するような、非常に、ま、多くの細胞が、この腸管オルガンのような存在しているといところが示されました。また、こちらは、えー、えっと、トランスポーターなんですけども、まあ、ペプチドを吸収に関わるようなトランスポーターであったり、まあ、様々な、ま、異物を排出するようなトランスポーターになるわけですけれども、こちらは、えっと、現在消化管の、いわゆる関空側、 の方に、えっと、発現しているということが知られております。で、実はこの図を見ていただき、この写真を見ていただきますと、こちらが実は腸管の関空側に発現している、まあ、タンパクがこちら側に発現しているわけですけれども、ここがですね、オルガノイドの内側になってくるわけです、ね。こちらも同様に、ここはオルガノイドの内側になっていくそうしますと、この画像から、実はこのような腸管オルガノイドの内側が、消化管の、まあ、関空側に相当していると。 でそこで、実はこの外側が実は結果側に相当すると。とでうとこで、えっと、先ほども申しましたけれども、やはりこの内部への、まあえっと、物質の曝露というのが、えっと、こういった三次元の構造体とは,は難しいという点も課題として当時はございました。で、この腸管オルガノイドについて、えー、少し機能的な検証をしていました。こちらは、あ消化管で、えー、非常に、えっとまあ、主要なあ 医薬品の代謝酵素であります SHIP3F4 というものの活性なんですけれども、こちらの活性が、まあ、基質を用いて、え、行っていますと、試験を行っていますと、その活性が確認されまして、その阻害剤によって、阻害剤を用いることによって、その活性というものが抑制をされております。また、この代謝酵素は、 リファンピシンであったり、活性型のビタミン D3 によって遺伝子発現が誘導されることが知られているわけですけれども、これは非常に消化,化に特徴的な機能でございますけれども、そういったリファンピシンや活性型のビタミン D3 を添加することによって、その遺伝子発現の誘導というものが認められております。一方で、またこちらは、えっと、排出トランスポーターであります、ピートタンパク質になるわけですけれども、 こちらの機質を用いますと、えっと、このオルガノイドの内側にその機質が集まってきております。えっと、このトランスポーターは、えっと、外側から内側に方向性を持って物質を輸送するトランスポーターですので、通常ですとこのように中に集まるということがあります。しかし、ここで阻害剤を添加しますと、その内側への蓄積が抑制されているということで、トランスポーターのその活性の阻害が認められたということ。 が、あの、こちらの図からわかります。またあ、この消化管の粘膜障害という観点から、TNFα と呼ばれるような炎症性サイトカインを添加し、腸、え、管、ー、のオルガノイルに添加します。そうしますと、例えば、こういったタイトジャンクションのタンパク質であったり、アボト糖質のマーカータンパク質が、えーまあ、コントロールでは非常にきれいに発現しているわけですけれども、 えっと、アポトーシストマーカーは発現してませんけれども、タイアクションのマーカータンパク質は綺麗に発現しているわけですけれども、炎症性サイドカインを添加することによって、えー、そのタイチジャンクション、すなわちまあバリアの破綻が見,見られたり、まあ、アポトーシスがこのようにですね、あの観察されました。また、こちらはあの非吸収性マーカーということで、バリアがあるとまあ細胞 中には、まあ、透過しないようなあのマーカー物質になるわけですけれども、こちらもコントロールではオルガノイドの中には透過しておりませんけれども、まあ、炎症が起こってバリアが破綻することによって、えー、中へのまあ蓄積がオルガノイド内容の蓄積が認められて、えー、おります。また、あーこの腸管オルガノイドは、実はです、ね、このようなあの風船用の構造は非常に未熟なタイプと言われておりまして、このように凸、ま、凹、あ、したような、こちらバディング。 構造というんですけれども、そういったものは、まあ、成熟したオルガノイドと言われております。で、その、今回ですね、えっと、そのオルガノイドを作成していく途中で、一度、まあ、このように形態を、まあ、挟んで作成していくことによって、このような成熟タイプのオルガノイドを作成することにも成功をしております。で、こちらの成熟タイプのオルガノイドにつきましては、こちは遺伝子発現レベルですけれども、 例えば、腸管上皮のマーカーであったり、えー、サカズキ細胞のマーカーであったり、あとは、あの、ま、あインカーそうですね。パネート細胞のマーカー。こういったものの、まあ有意な、有位な上昇というものが認められております。で、このように作成しております三次元の腸管オルガノイですが、まあ、あの、先ほどもう少し説明をしましたけれども、やはりこういったインカ重模様の構造があったりだとか、 まあ、腸管に存在するような様々な細胞が存在することで、ということがありまして、非常にまあ大きな、まあ、えー、っと、評価系としては、やっぱりメリットがございます。しかしながら、あこのオルガノイドの内側が、やはり腸管の管空側に相当するということで、やはりこの中に、か、え、ら、ー、の物質の曝露というものは、やはり外から注入をしないといけないということで、やはりそ,うなそういった点は、やはり現実的に、ちょっとやはりなかなか、 まあ難しいといったところもありますし、やはり、えっと、定量的な解析がしづらいといった点もございます。そこで、この3次元の長官オルガノイドを、まあ、バラバラにしまして、えっと、このインカ重模様構造をこのように保ったままですね、このような、まあ、カルチャーインサートの上で、まあ、次元的に培養するといった、あの、技術も確立いたしました。 で、このように、えー、カルチャーインサート上で二次元培養した長管オルガンのですけれども、形態としましては、このようにですね、まあ通常、まあ、巻いてしまうと、非常に扁平な形をしているんですけれども、回、まあ,あ、る方法を取りますと、このように、えー、インカ縦模様構造がありまして、例えば、HE 染色もこのように認められますし、一層さ顕微鏡を見ていましても、この黒いところはおそらく、えっ、ー、と、まあ、この、インカ部。 だと思われますけれども、このような少しもこもことしたような構造が見られます。また、電子顕微鏡で観察をしますと、非常に長くて、そして密な微重毛といったものも認められておりまして、こちらはやはり非常に超簡易特徴的な構造だと考えられます。で、この二次元的に培養したオルガノイドを使いまして、このアスピリンと呼ばれるような、あの、 医薬品の粘膜障害の評価を行いました。アスピリンは、あの、抗血小板薬として、まあ血液サラサラのお薬として使われるわけですけれども、まあこちらを、まあ、低用量で使っておりますと、粘膜障害、消化管の障害が起こるということが知られておりますで。で、こちらをですね、このアスピリンを先ほどの腸管オルガノイドに添加していますと、左側は、あの、顕微鏡画像になるんですけれども、アスピリンをこのように、まあ、 濃度をいくつか振って転火してみますと、このように少し構造がやはり崩れているというところがまあ認められてきております。また、こちらはそのバリア機能を見ておりますけれども、このように、えっと、この値が大きいほどまあバリア機能が低下しているといったことが示されるわけですけれども、まあ、スピリンを添加することによってまあ6時間、もしくはまあ24時間転換することによって、バリア機能のまあ有意な低下と。 というのが認められました。一方、この、まあ、粘膜保護剤として、このイルソグラジンというものも、まあ、医薬品と,使うとして使われているわけですけれども、こちらをアスピリンと同時に今、まあ、用いますと、こちらは、まあ、バリア機能の表値を見ているわけですが、アスピリンによって低下をしたあバリア機能というものが、このイルソグラジンを併用することによって、そのバリア機能の低下が、まあ、抑制されているということが示されまして、 このように、えっと、この細胞を用いますと、医薬品の粘膜障害であったり、このような、いわゆる薬効の評価にも使えるんじゃないかというふうに考えております。また、この二次元的に培養した腸管のオルガノイドにつきましては、先ほどもお示ししましたけれども、排出方向に働くような薬物トランスポーターの働きというものが認められています。 いたりまあ、こちらあの、通常では非常に、えっと、排出方向への輸送が大きいんですけれども、阻害剤を使うことによって、この値が小さくなることによって、まあ、その機能を抑制しているといった、まあ、指標になるわけですが、えっと、その機能を抑制しているということ。また、シップ3 a 4の発言の誘導につきましては、このような先ほどお示ししましたリファンピシンであったり、活性型のビタミン D3 によって、まあ、同様に、まあ、認められております。 またですね、こちらの腸管オルガノイドを二次元的に培養した腸管オルガノイドを、先ほどの方法ですと、10日程度の培養までが限界だったわけですけれども、さらに長期的な培養方法というものも確立しました。その長期的な長期間の培養法を提供しますと、およそ大体2 3週間程度までは培養が可能でして、このバリア機能につきましても、 非常にまあ安定して、えーまあ、推移しているということもありました。また、こちらの長期培養、赤色のバーになるわけですけも、長期培養の方法によって、えー、培養した細胞におきましては、このようなマーカーの遺伝子発現につきましても、比較的、まあ、横軸はあの時間軸になるわけですけども、比較的ですね、長期間ずっとまあ維持されているといったことがございました。従いまして、えっと まあ、例えば長期の毒性試験だって、そういった長期培養が必要な場合には、こういった方法を使うことによって、まあ、長期間の試験が可能になるというに考えております。で、えっと、最後ですけれども、本技術の特徴と従来技術の比較といたしましては、 まあ、このように二次元的に培養した腸管細胞というものは、このような生体の腸管に見られるようなイン因ウ重模様構造を保有したまま培養が可能でありました。また、このような浮遊培養を適用することによって、大量かつ簡便に腸管オルガノイドを作成することもできましたし、あとはこういった細胞を、まあ今回は健常な細胞を使ったわけですけれども、疾患特異的な iPS 細胞を使用することによって、そういったまあ病態モデルへの展開も期待はされます。 また近年注目されております MPS、オーガンオンチップと呼ばれるような、まあ、そういったデバイス性の搭載というものも可能になるというふうに考えております。で、この細胞の用途としましては、まあ、このような薬庫薬理試験、薬品の安全性試験、薬物動体試験といった、こういった創薬研究のモデルであったり、えっと、病、長官のまあ病態モデルのを作成することによって、まあ、基準の解明だったり、治療薬開発のモデル、また、 実験動物の代替となるようなインビトロモデルとものとしての用途が想定されます。現在実用化に向けた課題ですけれども、こういった形態的特徴だったり遺伝子発現解析によって、あと一部の機能については評価を進めているわけですけれども、今後よりそういった機能評価について詳細に検討していくことによって、様々なその他の利用、評価系としての利用の可能性というものを 探索してていいく必要があるという,ふうに考えておりますまた、企業様への期待といたしましては、やはり、えっと、市販化が可能な iPS 細胞を用いて、やはり iPS 細胞、株が違いますと、なかなかその文化がうまくいかないといったこともありますので、まあ、そういった市販化が可能な iPS 細胞を用いて、こういった細胞も作成が可能であるかということを検証する必要があると思いますし、やはり実用化に向けては、大量かつ安定した、まあ、作成技術というものも必要となっておりますし、 やはり、ユーザーが使いやすいようなレディートリユースで使えるような、まあ、細胞として輸送する技術ということもぜひ期待をしております。えっと、本技術に関する知,知的財産権につきましてはこちらとこちらになります。また、産学連携の経歴としま,しましてはここにお示しする通りでございます。で、お問い合わせ先はあは、本学の産学館競争イノベーションセンターの方によろしくお願いをいたします。 以上でございます。ありがとうございました。